敵雲は風をそびいて絶えず吹く。白き花はお椀に浮かびしきらめいている。恩師様、こんにちは。僕は抹茶です。恩師様、お帰りなさい。お座りください。茶碗をお返しください。いくら高く持ち上げても僕は背伸びをして取るつもりはありませんよ。とても良き日ですね。けれど、平穏な日常を脅かしたい者は少なからずいます。なぜでしょうね。平穏な生活を楽しむ方法を覚えましょうか。僕の外見はただの殻です。いくつに見えても僕の中身とは関係ありません。さあ、手をこちらに。聞こえますか？あなたのために動く心臓の音が。うん、たまにはあなたを抱きしめたいのです。